はいどうも、こじゅんかです。今回は、音楽専門学校に行った嫌なやつ参戦っていうことをやっていこうと思って、もしくは関わってはいけないやつ、今回の動画というのは、俺が音楽専門学校2年間通ってて、その経験則から、嫌なやつっていうタイトルで、第3位まで上げて紹介していこうと思うんだけど、だからこの動画を通じて、もし例えばこうね、高校生とかで、進路として専門学校っていうのが選択肢としてあった場合に、少しこういい選択の材料になるかなっていう感じで動画上げようと思うんだけど、で専門学校の内情を知らない人でも、こう見たら、あ、こんなやついたんだっていう感じで、こうなんか楽しめる動画になるかなと思って撮ってる次第かな。はい、じゃあそんな感じ。じゃあまず第3位から見ていこうか。はい、はい、じゃあ第3位から、レッスン中に楽器弾くやつ。これどういうことって思ったでしょっていうのは、俺が通ってたのは音楽の専門学校というか、ギターの、専門学校で、ギターの先生がいっぱいいらっしゃって、で、そこで例えばこう音楽理論の座学の授業だとか、あと普通にこうギターのフレーズ、アンサンブルのレッスンっていう感じで、こう、各ね、授業があったりしたんだけれども、で、そういう時にもちろん当然自分の、楽器、自分のギターを持っていって、ゲットレッスンを受けるわけなんだけども、当然さ、先生が喋って、レッスンをこうね、してくれるわけであって、でその先生が喋ってる最中とか、先生が弾いてこういうニュアンスだよってこう俺らにこう伝えてくれてる段階でも、ギター弾いてるやついいんだよね。そういかんせん俺の言ってた学校はそのエレキギターが結構主流で、主流っていうかエレキギターばっかりで、そう基本的にはみんなエレキギターを使ったから、生音、生で鳴らした音っていうのは他のアコギとかに比べたら当然ちっちゃいわけよ。で当然ちっちゃいんだけど、でもやっぱり普通に聞こえるのよね。だからどういうことかっていうと、例えば動画見てるみんなが英会話教室に通おうとするじゃん。で英会話教室通って、でこう講師の人に英語のこのいろいろ教えを受けるわけじゃんね。こう書きますよとか、こうやって読みますよとか、こうやって喋りますって発音しますよみたいなね。そうで先生がこういう発音しますよってこうね、実際になんか例えばアイプレイザーギターとか発音してくれる最中に、例えば隣のやつがずっとアイプレイザーギター、アイプレイザーギターってそう復唱してるみたいな感じ。わかる？この状況。自分はお金払って先生からその英語教えを受けに来てるのに、隣のやつがずっと英語喋ってるみたいな状況。これどう思う？こっちからしたらお金を払ってその習いに行ってるのにね、本当にただの邪魔だよねっていう。そうだからね、もう高え金払っておめえのしょうもねえギター聞きに来てんじゃねえんだよこっちはっていうね、本当。そういう気持ちでずっと俺レッスン受けてたかな。で例えば本当ね、俺の先生の藤岡先生のレッスンとかもグループであったりした、グループレッスンあったりした時とかも結構やったやついたね。先生が喋ってるのにもうずーっとギター弾いてるみたいな、何弾けんなこいつみたいなね。そう先生が喋ってるのになんかずーっとなんかしょうもない運指練習してて、そんな運指練習なんてそういつでもできんだからね、今ここでちゃんと話聞くこともできるんだからと思って、そう本当だからメリハリがないやつっていうか、でそういうのを、結構俺もその在学中にそのうるせえやつが何人にもいてさ、ずっとなんかその先生が喋ってたり、こうやって弾くよとかニュアンスをせっかく教えてくれたのにずっとギター弾いてるやつがいたのにいて、でなんかこう聞こえなかったりしたら別にいいのよ、その別に視界に入んなければ。でも本当にそういうやつに限って生音がでかくて下手くそでうるさいわけよ。だから、授業中に先生が喋ってる最中にこう遮って、ちょっとお前うるさいからやめてくんないとか言っちゃうと空気が悪くなっちゃうから言わなかったんだけど、この休憩時間とかに、ちょっとお前先生が喋ってた時ギター弾くのやめてくんないっていう感じでこう伝えてたりしたんだけど、でそれでこうなんだこいつみたいな感じで目で見られて、仲悪くはなったわけなんだけど、でもなんだろうな、そう本当そういうメリハリがつかないやつっての本当にいっぱいいて、だからね、動画を見てるみんなもやっぱこう誰かに何か教わる時っていうのはしっかりこうなんだろうな、自分の言葉とりあえず置いといて、しかしそのレッスン受ける姿勢っていうかな、で先生もちゃんとそれでこう伝えるだけ伝えたら、じゃあやってみようかっていうこう時間を設けてくれるからさ、弾く時間を。そういうこうメリハリもつけられない時の受け方をしてるやつっていうのは基本的にもうダメなやつだとね。で俺も関わらなかったし、そういうやつとは、見切りをつけて、あこいつはダメだみたいな、でもう口も聞かなかったね、そういうやつとは、そんな感じ。はい、じゃあこれが第3位かな。はい、じゃあ第2位、群れるやつら。これどういうことかっていうと、結構専門学校ってその生徒の年齢層って意外と広くて、一番主流なのがあれだよね、俺もそうだったんだけど、18歳で高校卒業と同時に進学するっていう形、っていう形だったんだけど、やっぱりそれがやっぱ基本的に、その18歳ぐらいの年齢層っていうのが多くて、なんかこう本当高校の延長線上っていう感じで、ただ群れて
食べるやつっていうのは結構いっぱいいて、うん、どういうことかっていうと、やっぱこうなんだろうな、もちろんさ、互いを高め合うような仲間、ライバルとかってあるじゃん、単語が、うん、そういう感じでこうなんかいい意味でこう刺激し合う感じの集団になれれば俺はいいと思うのよ。でもそうじゃなくて、ただ単にだべって足を引きずり合うような、なんかこう例えば授業サボってなんかカラオケ行こうぜみたいなさ、そういう感じのこうただ群れて、なんか自分の居場所を確保するじゃないけど、うん、なんかこう寂しくないように、ただ単にそのなんか集団の中に入って群れて、なんかこう自分のなんか スクールカーストってわかる、あのピラミッドみたいなやつ、ああいうやつの上位にいたいがためにただ単に群れるみたいな、そういうやつが結構多かったりして、あの専門学校も、うん、でやっぱそういうやつに限ってやっぱこう授業はあんま出なくなっちゃったりするしっていうのがあって、だから俺はなんか本当そういうやつらに関しては全く付き合わなかった、うん、本当見向きもしなかったね、うん、もちろんそのなんか見向きもしなかったら、なんかそうあれだよ、あの挨拶しないとかそういう形じゃないけど、あの本当深く関わることなく、うん、あのただの同級生っていう形で、そうだからこの群れるっていうのは本当に気をつけたいところね。やっぱこう日本人もそうだし、やっぱこう日本人だと特に人間ってやっぱこう集団にいることでなんか自分のこう存在意義みたいなのを感じやすいじゃん、うん、でもやっぱこう専門学校だからさ、あの群れててもしょうがないのよ。っていうのはこう全員がライバルだし、蹴落としていかないといけない、うん、わけだから、そんな中でね、こうなんかなーなーでさ、友達、しょうもない友達付き合いしてもしょうがないわけよ、うん、だからそんでその辺その辺だから俺はちょっとこう一人狼的に、うん、まあ今思えば結構なんかその周りから見たらなんかね一人でなんかねずっとチラプラプラしてなんかなんだあいつみたいな感じ思われたかもしれないけど、まあでもこうなんだろうな、群れる時間っていうのは本当に俺無駄なと思って、うん、なり合いだなっていう、うん、でその例えばだけど、なんかこううちの専門学校こうなんか2階かな、2階かどっかにこうでっかいなんかこうリビングじゃないけど、なんかこう談笑室みたいな談話室みたいな感じでこうテーブルがいっぱいあって、こうなんかリラックスするスペースがあったりして、うん、でそこに基本的にこうなんかただ単にダベってるやつが群れてたりして、うん、でやっぱそうダベってて、で例えば、まあ、あの先生の俺の先生の藤岡先生のレッスンとか、うちの学校はなんかすごい特殊で、その無料のなんか相談室みたいな授業のスタイルがあって、っていうのはただ単に普通にこう受講する授業じゃなくて、先生がなんか開いてくれるなんか本当なんつうの、あの相談部屋じゃないけどさ、カウンセリングみたいな、そういうなんか時間があったりして、でそういうのはこう自由に行き来できるのよ。例えば、自分の必修の授業かその時間お休みで、でその他の先生がそのカウンセリングの時間を開講してたら、そこに自由に行って、まあ、学べるっていうスタイルだったんだけど、でそういう時間とかもみんなダベってたりして、そうで隣の部屋で藤岡先生がレッスンしてるのに、片や隣でなんか談話してなんか談笑してるみたいな状況があって、なんだこいつだと思って俺は、うん、こいつ何しに来てんだろうみたいな、っていう感じですから、もうそういうところでも見切りをつけて、俺は全然そのなんか群れたりは全くしなかったね。でその結果何が起こるかっていうと、全然友達がいないっていうっていう感じ、はい、まあ、そんな感じだから、こう付き合う相手もそうだし、だこう、まあ、さっきも言ったよね、だからこうお互いを高め合うような存在を見つけるって大事だと思うんだけども、ただ単にこうなり合いななーなーな関係っていうのはやめた方がいいんじゃないですかねっていう感じの、うん、はい。じゃあ次、ラスト第1位いってみようか。はい。じゃあ、栄える第1位、お酒で潰してくる先輩っていうことで、はい。まあ、いかんせん、うちの音楽学校ってのは、やっぱこう、まあ、学期末に、試験があって、で、その後にこう、ライブがあって、で、その後、長期休暇、うん、夏休みだとか、冬休みに入っていくっていう、まあ、こう、システムだったんだけれども、で、その時にこう、ライブが終わった後に、こう、打ち上げがあるんだよね。うん。まあ、そこはこう、例えば、学校側とか、まあ、先生は介入せず、生徒同士で先輩後輩関係なく、お疲れ様でしたって、こう、打ち上げがあったりしたんだけど、うん。で、当然、俺もその、1年かな。1年の1月の最初の打ち上げが参加したのよ。やっぱこう音楽ってこう横のつながりとかあったりするんじゃん、うん、縦のつながりも含めて、まあ、そういうのもあって、まあ、一応まあ参加しようかなと思ってこう参加したんだけれども、やっぱこうバンドとか音楽ってこう酒っていうのはつきもので、やっぱその辺こうみんなやっぱまあ好きだったりして、でこうお酒を使ってやっぱこうまあこう使ったコミュニケーションってやっぱありがちだと思うんだけれども、でそこでこう先輩がこうほんとバカみたいに飲ましてくるんだよね、うん、で当然俺らその18歳で入って未成年だったりするわけだから、でその未成年にも女男関係なくガンガンこう先輩が飲ましてきてみたいな形で、うん、で俺は当時別にお酒も強くなかったし別に好きでもなかったから、いや俺は飲まないですみたいな無理ですみたいな感じでこう強気な態度でやって、こうなんだこいつ付き合い悪いなみたいな感じでこう思われてたんだけど、でも周りのやつはこうボコボコ
棒に飲まされて、でもう本当ゲロゲロに吐きまくってるっていう形で、なんか本当もうなんか世紀末みたいなこうね、あのやばいこう光景が広がってたんだけども、そういう場所でだからこう例えばあのまあ内輪であのほんの友達同士でお酒を飲んで飲まれてみたいなのは俺別にいいと思うのよ。っていうのは、まあ、自分で付き合ってる相手だし、っていうのはその自分で選んだ友達とこう飲み合って飲まされてっていうのは自己責任だしいいと思うんだけど、そういう場所でこう先輩ってさ、こう逆らえない存在じゃん。でそこでその逆らえないっていう存在って、そのそういうなんかこう逆らえない地位だよね、あくまで先輩って。でそういうこうあの逆らえない地位を使って伸ばしてくるって、なんか本当になんか卑怯だなみたいな、うん、なんだこいつらみたいな、知能低くねみたいな、言葉悪いけどさ、そう。でしかもさっきも言ったけど未成年もいたわけです、これボコボコに飲まして、もちろん当然お酒慣れてないわけじゃん。でそこでこうアルコールの急性中毒だっけ、あれじゃんそういうのなったらどう責任取んだろうなみたいな、うん、そしたらこの民度低くねって思っちゃって、うん。で俺はそういうのがあって、で俺はそれ以降打ち上げとか全く参加しなくなっちゃったね。もうこんな民度低いやつと俺付き合ってらんねえやみたいなね、家でねギター弾いてゲームして遊んでたのがマシだと思って、うん。もちろんやっぱ音楽ってこうやっぱ横のつながりとか関係性は大事で、よくあるじゃん、あの人脈だっけとか大事だと思うんだけど、でもやっぱこうなんつうの、やっぱお酒で、でしかも地位を使って潰してくるような人っていうのは、そう、そういうその潰し方でしかコミュニケーションが取れないっていうことだから、まあ、今後もそのいい関係にはなれないだろうなっていうのを俺はそこで察して、もう逃げるようにその場で俺はもう帰ったんだけど、うん、っていう感じで縦の関係のその、まあ、付き合いとか大事だと思うけど、でも自分を守る、保身するって大事だと思って、でその場からすぐ退散するっていうか、うん、いやそういうこう自分でちゃんと付き合う相手選ばないといけないなっていうのをこうこれ改めて感じたかな、うん、っていうのもありつつ、まあ、ここからここまで第3位第2位第1位っていう紹介したんだけども、そういう例えばそのレッスン中に楽器を弾いちゃうやつ、うん、で群れるやつでお酒で潰してくるような先輩方と俺は付き合いを立ってたわけよ、専門学校で。そうすると何が起こるかっていうと、友達が誰もできないっていうだから全然友達できなかったね、うん、っていう感じだ。そういうやつしかいなかったんだよね、基本的には専門学校で、うん、っていう。だあとまあお酒での付き合いってもちろん大切だと思うんだけど、やっぱそういうこうなんだろうな、お酒の付き合いもちゃんとで、なんかお酒の付き合い方っていうのもちゃんとこうなんか、そうだからお酒で潰してくるようなってもう昭和かよみたいな、古くねみたいなさ、もういつの時代だよみたいな感じで、そう、それがなんか伝統みたいな感じでこう先輩をこうなんかね、掲げてこうなんかそう後輩を潰すのが伝統みたいな感じだったんだけどね、いつまでそんな引きずってんだよみたいな、そう、そういう感じだったかな、うん。まあ、半分ちょっと愚痴っぽくなっちゃったんだけど、まあ、あくまでそのなんかこう、まあ、例えばねこれから進もうとしてるやつとか、で音楽学校行ったことなかったやつとかに向けて、まあ、こういう雰囲気なやつもいたよみたいな感じの動画かな、うん。でやっぱりこう自分の環境づくりっていうのはやっぱ大事で、うん、だからこういうやつらに毒されて流されちゃうと自分の環境がどんどん悪くなっちゃうから、そう、まあ、本当関わらなくていいやつ、関わってはいけないやつとは本当とことん関係を断って、うん、で自分の環境と時間を守るっていうのは本当に大事だ、未成年なわけだからさ、とっても大切な時間だから、その時間を守るじゃないけど、うん、そう、結局自分のことを守れるのは自分だけだからっていう、こうなんかね、警告がてら、うん、こういうやつもいますよって気をつけましょうねっていう感じの動画かな、はい、そんな感じ。じゃあまた次の動画か、うん、配信でお会いしましょうか、はい、それじゃあチャンネル登録よろしくね、さよなら。